薬包紙とは、散剤あるいは流剤を、服用1回ずつ分に分包するために用いる薄手の紙。1回ずつ測り取るために使用することから転じて、理科実験など医薬品以外の粉末状試薬を、測り取るための一時的な容器としても利用される。説明図薬包紙の折り方もともとの薬包紙は、正方形の模造紙あるいはパラフィン紙を指すが、今日での薬局調剤では、ポリプロピレン鋼都市等で作られ、加熱により、封をする小薬の容器が使用され、これも薬包紙と呼ばれる。後者は計量のために使用されることはない。実際の医療現場においては、薬局等で分包機にかけられ、分包された小薬を利用する場合がほとんどなので、患者が正方形の薬包紙を目にする機会は一部の市販薬を除き、ほとんどなくなっている。ポリプロピレン鋼都市で封をされた薬包紙は空気中の酸素や湿気を遮断するので保存性に優れている。通常、アルミ箔をポリプロピレン等で多重層にしたラミネートシートは薬包紙と呼ぶことは少ないが、講義には薬包紙である。日本においては、日本薬剤師会のガイドライン文書である、調剤指針により、製剤の用途により、薬包紙の色を使い分けることが求められている。薬包紙で包まれた風邪薬薬包紙として用いる、パラフィン紙また、通常は1回分は1包になるように調剤するが、配合禁忌などで2包に分包する必要がある場合は、1回分の1包を白色、他方の1包を青色の薬包紙で包み組み合わせを表す。あるいは遮光することが求められる場合は、内側の包みに赤色の薬包紙を用い、さらに外側を白色の薬包紙で二重に包むとされている。天秤ばかりで薬品を測り取るときなどに用いる場合は、正方形の紙を対角線で2つ折りにして、使用する際は中央をくぼませるように広げて、薬品がこぼれないようにする。懲戒性のある粉末やナトリウムなど発火性がある場合などは、薬包紙ではなく時計皿、シャーレ等を使うべきである。薬包紙に包まれた薬を服用するときには、もともと折り目のある角の型から傾けると、薬があらぬ方向へ滑ってしまいうまく服用できないことがある。薬包紙は、包みを解いたら折り目のない辺の方へ軽く折り目をつけて小薬を中央へトントンとまとめ作った折り目から注げばうまく服用することができる。ありがとうございます。